松山城は、武蔵国横見郡松山にあった、日本の城。別名、武州松山城、武蔵松山城。2008年、引城艦跡群の一つとして、国の史跡に指定された。室町時代の大江6年に、上田智直によって、本格的に築城されたとされる。他に、いくつかの築城にまつわる伝説が伝えられているが、これは、 伝説の項に記述する。室町時代から戦国時代にかけては、武蔵国中原の要衝として、関東の諸勢力による激しい争奪戦が展開された。松山城を築城したと考えられる上田氏は、当初、大木谷上杉氏に武将として属したため、この城は、東方の下宇佐国古川に本拠を構える小学坊、及び北方の上野国から、 武蔵国中央部への進出を狙う山内上杉氏に対する前線拠点として機能した。後に、北条氏の勢力が、相模国から武蔵国に進調してくると、大喜に上杉氏と山内上杉氏小学坊の三勢力の間では僕が成立し、南方より進行してくる北条氏に対する拠点となった。天文6年には、川越城が、 北条氏綱によって攻め落とされ、さらにその余勢を買った。北条勢によって、松山城も攻撃を受けたが、城主、南端則茂らの活躍で撃退に成功した。この結果、松山城は、川越城を失った、上杉智貞の居城となり、威信をかけた、拡張工事が行われた。しかし、天文14年。 川越亜線での川越城奪還の失敗とともさだ、及び南端県への敗死によって、大喜多に上杉氏が滅亡すると、松山城は、北条氏康の手に渡った。同年に、南端県への婿であった上杉方の大田助政が、奪回し、同じく宴席であった、上田智直が、城代になるものの、その上田智直が、北条氏に寝返ったため再び、 北条法の城になった。なお、大田助政は、北条方との戦いで実施を失っていた、南端県への婿養子として、松山城主の地位を継承していたとする説があり、その後実家の大田氏の家督を継いで、岩月城に帰還したものの、引き続き松山城の城主としての立場を主張することになったとされている。4年、上杉謙信がして、 岩月城主の大田助政を上代にする。しかし、A66 年に、北条氏康と武田信玄の連合軍の攻撃の前に、再び陥落、北条氏の元に戻った。この合戦の影響が暴走にも飛び火して、第二次高の大合戦へと発展した。この合戦以後松山城は一時北条氏の直轄となったものの、元気年間以後は一貫して、 法上鹿診断に組み込まれた上田氏の居城となり、同氏は松山領と呼ばれる、引地方一帯を支配下に置いた。天正18年には、豊臣秀吉による小田原征伐が行われた。上司、上田健城は小田原城に籠城したため、代わって山田直康以下、約2300名が松山城に籠城、前田利家。 上杉影勝の軍を主力とする大軍に包囲されて落城した。当時の豊臣方の陣容を描いた、婦人図には、真田正幸、直江兼津倉の名前も見える。徳川家康の関東入国とともに、松平家広が入場して、松山藩を津藩。慶長6年に後を継いだ、松平忠頼が、浜松藩に違法されると空城になった、松山城は、 会場となり、この地域は川越藩の半領となった。家広の入場から廃城までの時期に交通の便が考慮され、絡めてに当たる城下町と城域を隔てていた市の川に橋が架けられたとされる。本来ここは松山城防衛のようとなる方角であり、争奪戦の相次いだ北条市時代までは橋が存在しなかった。 幕末の1867年になると、川越藩主であった松平直勝が前橋藩に違法となり、飛び地となった引き、入間地域6万国余りを統治するための拠点が必要になったが、松山城は使用されず、西に約 1.7km 離れた平地に松山神社が設置された。麓をめぐる市の川を天然の堀として利用して、 丘陵上に建てられた平山城。その天然の要害から不落城とも言われた。西側の市の川を挟んで対岸にあたる引き軍の松山本郷は平地になっており、城下町が形成された。大正14年に松山城市として県の史跡に指定された城郭西部の約16ヘクタールに高低差と大規模な空堀を利用した技工的な 黒岩が集中する。この部分は、通称、上山と呼ばれ、山頂の本丸から、東方向の尾根に沿って、二の丸、かすが丸、三の丸が、梯五角式に配置され、その周囲を、帯黒岩や腰黒岩が囲む構造。これらの黒岩は、基本的に低い土橋によって連結されている。上山には、 空彫りの遺構が良好に保存されており、上閣主要部の面積の50%余りにも上る部分を空彫りが占めるという特徴的な縄張りを十分に観察することができる。対象年間の史跡指定に漏れた上閣中央部には、軍勢の中屯に適した大規模で単純な構造をした車が築かれていたが、東北自動車道造成のため昭和45年に行われた。 サイドによって遺構が失われた。現在、この場所は、武蔵丘短期大学の敷地となり、同担代の建物と、グラウンドが存在する。松山城では発掘調査が、今までに2回実施されている。一時調査は、平成15年11月18日から同年12月24日に、総う来で、二次調査は、 平成16年5月19日から同年7月14日に本極林で実施された。調査の結果、火災が生じ、その後に森土による造成が行われていることが、総クルワでは最低でも1回、本極林では最低でも2回あることが分かった。しかし、火災や造成の年代は、今のところ特定されるには至っていない。出土遺物の年代は、 ソクルワと本極林の両方とも、15世紀後半から16世紀中頃のものが多く、ご法上史段階の16世紀後半のものは少なかった。激しい争奪戦の舞台となった松山城には、いくつもの伝説的公費が残されている。ここでは主に史実としての確認が取れない伝説を記述するが、今後の研究により、史実として確認される場合も考えられる。 菅谷館跡、杉山城跡、小倉城跡とともに、引城館跡群の名称で、国の史跡に指定されている。2008年3月28日、すでに国の史跡に指定されていた、菅谷館跡に、松山城跡、杉山城跡、小倉城跡を、追加指定し、指定名称を、引城館跡群に改めたものである。大図交渉。 国人南畑市の研究、その存在形態を中心に、マイナス、初集、黒田元基編著、シリーズ、中世関東武士の研究第5巻、大木谷上杉氏、ISBN 978から4から864030441。ありがとうございます。